ゃあ、うん、やっぱこれ大好きですね。そうでしょ、よく上に乗ってましたね。そうでしょ。で、うん、ね、すいません、体重やっぱり減っちゃったんです。あ、本当。次の日35だったでしょ、うん、もう次の日の朝には33、うん、33、うん、31、32、32、31、32、32、31、でもうんちはそれなりには出てるんだけど、うんうん、やっぱりでも、まあ、サイズ、そうでしょうね。でも結構気持ちなくサイズったりさ、歯袋してるんですけど ね。そうですね、あの見たら見た感じはそうなんだけど、実際に観察していくと、うん、そういうことだから緊張してると思います。あ、だいぶやっぱり何回も来てるから慣れたかなと思って見てたんだけど、それちょっとごめんなさいね。5月16日に、はい、あの抗寄生虫薬ね、抗寄生薬中につけてます、うん、これは1ヶ月効いてますね。それからあと、はい、その日はね、この日にも爪切りもしちゃいました、ね、はい。じゃあこれはまあ、もしつけれたらつけてください、うん、で、変わったことあったら言ってください、はいはい、なければまあ、そのままお家で、はい、ありがとうございます。んでいいで、わかるかな。分かってますんで、これの乗るのはやっぱりあれ、あの交尾してるの、いや、まあ、求愛動作じゃないの、求愛、うん、だと思うんですけど、うん、出したら一番に乗ろう。本当。ずっと唇をこうパッパッパッするでしょ、あれって何か意味があるんですか。うん、まだ求愛動作、ああれもじゃないかなと思いますけどね、うん、別に問題はないよ。そう、うん、で求愛動作でね、ひどい子になってくるとね、吐き戻すといいんだよね。ああって書いてあるよね。でもそれはないみたいな、うん、ないない、吐き戻すようになるとね、うん、まあでもそれでもちゃんと食べるんですけどね、うん、吐き戻してまたそれ食べちゃう。ああ、そうか。求愛動作の吐き戻しはさらっとしたのは吐き戻します、はいはい、で病気でも吐き戻すことあります。ああ、そうか。その縁っていうとか胃炎でね、そういう場合はネズネズし、でネズネズしてこうやって顔振るからさ、ネズネズしがここについて頭のてっぺんがパサパサになっちゃう、それは病気です。あ、まあでもこの求愛動作の吐き戻しはなさそうには思うんですけど、でもこれから出てくるかもしれませんけどね、うん、なんかすり寄ってきて、でもね、結構これだけほっといたらね、出したらかも、怒ってるんだから。それはあるかもしれませんね、その子によってはね。まあよく声かけしてね、はい、で、あのハンドリングとかね、はい、ハンドフィーリング出してあげてくださいね、はいはい、帰ったら出したら、そう、早速